しい。はい、皆さんこんにちは。いよいよサブスク解禁になりました。一ノ瀬ハテでございます。なんの、はい、前回こちらレジェンド変身ベルトシリーズ変身ベルト台風を紹介したんですけども、お次は、はい、こちらでございます。レジェンド変身ベルトシリーズ変身ベルトアークラン、対象年齢3歳以上。ちぇ、私レジェンドシリーズのこのアークルって持ってないんですよ。だからお初なんですよね。でどんな仕様なのか、まあ、あの箱の裏見たら、あーなるほどと。でこちらもお値段3000ちょっとかな。仮面ライダークーガに変身。あ、この写真は当時のクーガだね。で箱の横はアークルに、こちらも同じ当時のクーガで、反対が正面のクーガとつながっていて、ライダーズクエストが。で箱の裏、はい、組み立て方と遊び方。おっと、ここあんま見ちゃいけない。この上にいるクーガはちょっと前に撮られたクーガか。では早速こちらを開けていく前に、はい、こちらラスト1本です。うわー、オルナミン C ロイヤルポリス金の力。これで俺もライジングに。発熱させる液体と底辺が交わるとき、赤道の小瓶が闇を切り裂く。おお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 お、元気熱々ですよ。うわ、あ、やるの忘れた。このってやるの忘れたわ。これ習慣づけないとやばいな。さあ開けていきましょう。タイドレイン、はい、入れよう。アークリブーン、こんな感じ。あ、いや結構いいな、色結構いいぞ。順番は台風と逆にするか。はい、まずベルト帯。はい、お次はサイドバックル。こちらの造形もなかなか細かいぞ。シュワン、あー、なかなかヨーザンスじゃないですか。しかも手の収まり方が半端ないんだけど、なんかもうこういってこうだよね。あ、やべ、ちょっと待って、足つった。こちらも台風と同じ組み立て方。はい、裏に電池ボックスがあるので、体温が2本。あ、同じって言ったけど、ちょっと違うわ。このベルト帯とサイドバックルをつけるのは一緒なんだけど、このアークル本体とこのサイドバックルをこう繋げるんだ、ここで。はい、こんな感じにつけると。で、反対も。はい、完成、変身ベルトアークル。なんかあれだね、あの当時のソニックウェーブにないものがあって、あるものがないみたいな。わかるかな？例えばまあここがスピーカーじゃないとか、もちろんここにボタンはないとか。なんだけどここら辺のボタンの色とかがすごい綺麗だわ。で、このボタンは残念ながら押すことはできません。ただの飾りです。こういうところもちゃんとリント文字がありますよ。ここまでアップにしたらなんか CSM みたい。で、この上にスライドがあって、はい、くるくる回ると。で、スライドの横にスピーカー。で、真下に電源スイッチ。では、早速、電源オン。ほい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 。音ちっちゃいな。台風の方がでかいよ。が？あ、ちっちゃい。どうした、音ちっちゃいぞ。電池の問題じゃないしな。はい、では変身行きましょう。まずはマイティフォームに変身か。音はいいんだけど、ちょっとボリュームがちっちゃいな。次はドラゴンフォーム。ね。あれ？ドラゴンフォームって、あれ？赤だったかな。嘘だ、僕を騙そうとしている。で、ペガサスフォーム。タイタン。全部真っ赤なんだけど、あのフォームごとに発光のパターンが違うみたい。ではせっかくなんでつけますか。はい、アークルつけました。ちっちゃい。なんかこのアークルをつけて、このアングル、なんか久々だな。変身！これも台風と同様、これ、どのタイミングでこうスライドすればいいんだ、これ。この電源オンの音が、あっちの音なんで、第2話のやつ。そうだ、これ待機音ないんだ。
まあこうなるよね。はい、ということで今回はレジェンド変身ベルトシリーズ変身ベルトアークルを紹介しました。あ、デラックス版とか CSM を持ってない方はいいんじゃないかなって俺は思う。ただフォームチェンジしても色は変わらないよという感じかな。まあ3000円ちょっとだから全くアークル系を持ってない方はいいんじゃないかな。久々にこのサイズのアークルを持った気がする。最後のご視聴ありがとうございました。以上、一ノ瀬隼人でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。